新しい時代を生き抜くには新しい学問が必要だ。新生香川大学、時代の変化を捉えて2018年香川大学は新しいスタートを切りました。すべての学部でデザイン思考とリスクマネジメントという視点を取り入れ、人間ならではのスキルと人々を幸福にする共感力を持った社会に新たな価値を生み出す人材を育てていきます。新しい香川大学の象徴となるのが創造工学部です。また全国の国立大学医学部に先駆けて医学部に臨床心理学科を新設しました。経済学部は従来の3学科から1学科に改め、地域理解の促進、グローバル視点を養うコースを新たに作りました。そして教育学部、法学部、農学部のさらなる充実で文理両方の人材が交流し、幅広い視点を持てる場所に。これからの香川大学はローカル、グローバル両方で問題を解決し、新たな価値を生み出していきます。創造工学部は分離の枠を超えて新たな価値を創造するデザイン思考能力と、価値の創造に伴うリスクを管理するリスクマネジメント能力で、社会や人々のニーズにフィットしたイノベーションを作り出す人材を育成します。プロダクトデザインというのはもともと工業デザインという名前で親しんでたものになるんですが、簡単に言いますと物のデザインですね、その使い方、機能だけではなくてですね、新しい、人間との関わり方みたいなこともその新しいものに盛り込んでですね、提案していくという、そういったものが、今プロダクトデザインという世界になってます。イタリアの場合は中小企業ですね、特に20名以内の小さな会社がそれぞれ製造業であったりいろんな会社がやってまして、そこから個性的で、他とは違うですね、いろいろな面白い新しい試みをしながら、生活者に向けていろんなものを提案していくと、そういうベースがありますね。この四国香川県はですね、非常に自然にも恵まれてて、観光資源もたくさんあってですね、いい場所なんですが、産業という面ではですね、まだいろいろですね、これから、やっていくための、展開していくための方法もいろいろあるんじゃないかと思ってまして、で、例えばこちらの、地場産業ですね、高松市は工芸でも有名ですし、そこからまたですね、新しい今の生活スタイルに合うようなものを提案していくとかですね、まず、実際に見てですね、物事を観察して、その中から、発想してですね、でそこで、発想したものをすぐさま、試作品ですねをこう作ってみて、で、それに対して評価をして、スピードよくですね、何回もトライアンドエラーをしながらやっていくことによって、何か今までにないイノベーションを起こしていくという、そのあたりを目標にするような考え方です。これからの、時代に向けてですね、新しい発想であるとか、また新しい、ものを、提案できるような、そういう人材を育てたいという思いがあります。ものづくりのプレゼンとかアイデア出しとかを通して、他の人との意見交換とかもよくするようになったので、なんか意見を尊重し合ったりとか、そういう意味ではなんか自分も成長できるかなと思います。街中歩いてたりして、なんかちょっとした作品とかを見つけると、パシャッと一枚写真撮ってみたり、ちょっと近づいて様子を見てみたりとかっていうよう な, なんか興味関心が広がりました。いろんなデザインの授業とか、あと地域活性化のプロジェクトとか自分で参加してて、今はいろいろやりたいことが見つかってきたので、大学生のうちにたくさんチャレンジして決めたいなと思ってます。情報やデザインを通じてスポーツという分野にエンジニアとして関わりたいなと思っています。リスクマネジメント概論という講義を担当しておりまして、そのリスクマネジメント概論では、災害に限らずですね、いろんなリスクを対象にですね、その評価方法だとか、それから軽減の方法だとか、何よりもその根本として大切なものとして、
その生徒一人一人が想像力を持ってリスクを想定する、こういったところが重要だということを教えております。リスクというのは技術革新の原動力にもなり得ます。で世界の、いろんな問題、環境問題だとか、水問題とかですね、貧困の問題とかですね、そういうのを減らしたいと頭の中で考えているだけでですね、技術革新の原動力になっていくんじゃないかなというふうに思っております。災害の問題に限らずですね、一つのリスクだけではなくて複数のリスクを考えて最適な手段を取ると、講じると、そういうことが想像力の発展の上で重要だというふうに思います。で状況はどんどんですね、リスクの方も変わってますし、それからリスクマネジメントの方も向上していると。で、いつの日かリスクマネジメントの方が進化するリスクに対応できると、そういうような状況に日本および世界がなっていけばいいんじゃないかなというふうに思ってます。私は実際に災害が起こった時に実際にその現場に足を運んで困ってる人とか、その被害に遭った方たちの精神的にもそうですし、なんか力になれるような活動を将来したいなって思います。私はやっぱりその地元とかその人に寄り添うことがしたいので、その被災者がこうもし被災した時にどういう心境になるのかっていうのも授業で習ったりしているから、復興団体とかその支援団体さんにの活動がよりスムーズに行えるような橋渡しになれるような人材になりたいです。医学部臨床心理学科は人の心と体が密接に結びつき互いに影響を与え合っていることを踏まえ、医学と保健分野の知識を持つ心理専門職の人材を育てます。保健医療、福祉、教育などの分野で活躍し、国家資格でもある公認心理師の資格取得も目指します。臨床心理学っていういわゆるカウンセリングみたいなものっていうものに取り上げると、とても医学との関係というのが深くなってくるというのが実情としてありまして、そんな中きちっと医学の知識を持ったいわゆる臨床心理の専門家を育てるというような目的で今年ですね、この学科が誕生したというような内容になっています。近年ですね、とても臨床心理学の中で大きな出来事として、公認心理師っていう国家資格が誕生したんです。でこれまでカウンセラーというかですね、いわゆる臨床心理師の資格としては臨床心理師っていうのがあったんですけれども、これが実は国家資格ではなくて、でそれを国家資格として誕生させたのが公認心理師というものになるんですね。これだけでもまずやっぱりその社会の中で、ね、いわゆる臨床心理学の専門家っていうものに対してのニーズっていうのが大きい現れの一つだと思いますし、それによって今後さらにそういった役割であったりっていうのが求められてくるのかなっていうのは期待していますね。先ほど言ったその公認心理師という資格なんですけれども、実は受験資格を得るためにちょっとやっぱり一定のルールがありまして、まずはその公認心理師のカリキュラムに対応した学部を出ることっていうのが必要で、それはこの香川大学の医学部臨床心理学科はそのカリキュラムを用意しているんですけど、それプラスですね、今いる学生たちがそのこのまま香川大学の大学院に進める形ができるように、私たちの中に今大学院の準備っていうのも、設立するための準備っていうのも続けているところです。であとはせっかくそれこそ日本の中で数少ないその医学の中で心理学を学ぶという貴重な場だとは思いますので、やっぱりそういう特色を持った学生さんたち、あるいはその心理師っていうのを養成していけたらなっていうのが目標ですね。はい、私は公認心理師の資格を取って、沖縄出身なんですけど、沖縄県の病院で主にカウンセラーとして働きたいと考えています。私は公認心理師
になることを目指してるんですけど、まだ医療なのか司法なのかとか、具体的にどういった領域で働くかとかまだ決めていないので、6年間の勉強として決めていけたらいいなと思っています。イギリスの教育専門誌タイムズハイヤーエデュケーションが発表する世界大学ランキングで、2018年香川大学は世界版で1万8000以上の大学の中で601位から800位、アジア版では世界第175位にランクイン、日本版ランキングでは総合91位。教育成果におけるスコア上昇幅が中四国地区で1位となりました。研究の影響力スコアでは国内トップ20の香川大学、世界中から注目を集めている理由の一つとして気象島という世界をリードする研究を行っていることが挙げられます。香川大学でその福祉コースを作り始めてから、気象島は炭素の数が6個、5つ、4つ、これを全部合わせると大体50個あるんですけども、その全ての島を構想的に作れるのは世界中で香川大学だけです。それを求めて世界中の人が香川大学に集まってきまして、気象島の研究を支える学会が国際気象島学会っていうのがあるんですが、その本部は香川大学の中にあります。気象島研究をするなら世界の中で香川、こういうふうな状況になっています。さまざまな、ナショナルプロジェクトとしてこの気象島の研究が進んでいますけども、最も最近のものでは文部科学省の地域イノベーションエコシステム形成システムプログラムというのに採択されて、非常に大型の競争資金を導入した生産研究を行われています。糖ですので、皆さん食品だけしか使えないというイメージがあると思うんですが、実は糖というのはありとあらゆる産業に使われている、そういう物質でございまして、特定の学部だけではとてもその広い範囲の研究ができないということで、香川大学では国際気象島研究教育機構という全学部の垣根を越えた研究機構を作りまして、現在70名ほどの教員が毎年50個ぐらいの研究課題を進めています。そうですね、イノベーションというのはいろんな取り方があるんですけども、今まで全くなかったようなものを手に持つということで、世界中から人がそれを求めて集まってくるというようなことを体感するのを教員、それから学生、それから産学官、これが全部手を結んで連携しながら、理想的な形で香川大学では気象島研究が進んでいます。この香川大学のプロジェクト、香川イノベーション気象島による島資源開発プロジェクトは、文部科学省地域イノベーションエコシステム形成プログラムに平成29年度から採択されています。世界が大きな変革の時期を迎えようとしている今、香川大学は文系も理系も地域も関係なく、ボーダーレスに無限の可能性を引き出す挑戦の場を用意し、積極的に新しいことを取り入れていきます。今後の香川大学にご期待ください。